虹色インコの金田浩一です。山本貴子です。古田隆久です。さあ11月28日に、はい、ハートランドで久しぶりにライブさせてもらうんですけど、はい、審査会のね、はい、まあ、久しぶりといえばあれですよ、この日、ね、ハロー青空トレインっていうバンド、ね、東京のバンドさんなんですけど、はい、何これ一夜限りの、そう、一夜限りの復活を名古屋でするっていう話です。するというですよ、ねえ。楽しみじゃないですか。楽しみですよ。ねえ、うん、もうツーマンとかやりましたからね。やりましたね。もう2014年とかですよ、多分やった。あ、そんなに前か。15年か。あ、わかんない。まあ、それぐらいに、それぐらいにやったんですけどね。追いかけツーマンっていうね。そうそう。やったね。そう。書いて当てる。あ、1分間とかで。うん、どれぐらいこう正解できるかみたいな。そう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 、うん、お題はそれぞれ出した。お題それぞれ出してさ、そう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 、ああ、やってやった。そうでしたね。本当に久しぶりだもんね。すごい楽しみにしてますけど、はい、俺楽しみなんだけど、うん、俺さ、これこの日最初から意見ってさ、最初は私しかいないのかな。僕らあの普通に社会人やってるんですけど、はい、僕とその古田君は普通に仕事が入ってた日でね、はい、入ってる日で、はい、ね、私休みだった。いいな、休みにしました。せっかくそのハロトレとさ一緒にやれるのにさ、うん、最初からおれんっていうのはちょっとねえ、うん、本当だよ、リハの時いないんでしょ。ちょっと残念ですけど ね残念、まあしょうがないわ、うん、仕事パッと終わらして、早く来て、ちょっと一人はさすがに寂しいわ。そんなことないでしょ、そんなこといるじゃない。いるけどね、うん、いるけどさ、絶対あのいいライブになりますんで、この日は。いや、ハロトレと私たちが一緒になるのはね、本当に今後ね、そんなに滅多にないことだと思うんで。レアですよ。レアですからね。レアですよ、はい、平日ですけどね、僕らと一緒で仕事終わりにでも遊びに来てもらえると嬉しいなと思います。時間は6時半オープンの7時スタートになりますので、うん、はい、ね、もちろんあの1番からに来ていただける方は、うん、私は最初からいるんで、うん、はい、お待ちをしております、ね、うん、はい、お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします、はい、そう、あとね、配信シングル、うん、我々あの、はい、まあ、虹色インコっていうバンドになって、はい、10月に、ね、はい、なって、うん、そこから10月、11月、12月と3ヶ月連続でね、うん、配信シングルをリリースするぞということでやっておりますけども、ね、11月の末ですよ。いやー、迫ってますね。危ない危ない。危ないですよ。危ない危ない。まだリリースできてないからね。危ない危ないということで、ギリギリ間に合いましてですね、11月の30日。もうこれ、11月って言っていいのかもう怪しいところですけど、まあ11月ですからね。一応ね、一応11月内、許してください。11月30日にですね、クロックワイズっていう曲を、はい、配信リリースさせていただきますと。フィーチャリングシーバーということですね、あの名古屋 の、はい、あのシーバーと、うん、まあ共作っていう感じですね。もう がっつり共作じゃない、がっつりシーバーをフィーチャーさせていただきまして、ね、うん、ね、ねえ、これはでもいいんじゃない、結構あれじゃないですか、こう珍しいじゃないですか、実際音源として出すって、うん、なかなか、うん、こう他のアーティストでもなかなかないですよね。まあ、確かに我々の界隈では、まあ、メジャーシーン見てから、まあ、結構やってますよね、ね、流行ってましたけどね、我々の界隈でいうとここまでがっつりやってるのは珍しい気がするな、うん、ね、うん、歌ってもらってるし、そう、アレンジもしてもらってるし、まあね、作詞作曲は、うん、僕の方でやらせてもらって、そうですそうです、うん、はい、まあ、まず最初この3人でね、うん、この3人のとりあえずアレンジのところまでは我々で全部やってバーッと作って、はい、でその土台をシーバーに渡して、うんうん、で肉付けしてもらうっていうような感じの曲なんですけどね、うんうん、肉付けがねかっこいいよね。いやーすっげーなんかね、うん、多分今までで一番プロっぽい曲です。いやでも本当にねすごくこう、うん、どっしりしてるというかね、うん、それは感じますよね、うん、すごい好きです。本当にまあそもそもねその曲ができた時からすごくいいとは言ってて、うん、それにやっぱりこうねいいアンサンブルが乗っかってるっていうか、好きだなこの曲は。ここまで言うのってさ、だいたい毎回ねこう曲できたらいやいい曲だねって絶対言うじゃん、うん、次回持参するじゃん、まあまあそうですね、うちら、うん、でもここまで言うのってさ、やっぱ作り手としてはこれはまあ聴き手がどう感じるかっていうのはその
っぱねそのめちゃめちゃちゃんとなんか綺麗にできたものって、うん、あのよしできたって思うわけよ。うん、何でもそうだと思うんですけど、ものすごいって綺麗にこうできたものってやっぱり手応えがあるんですよね。それがまさに今回ロックワイズってめちゃめちゃ僕的にはもう美しい作品なんで、本当に曲でもやっぱりこう綺麗にいわゆるキャッチーさも含めて全て100点満点っていう曲が好きな人もいれば、やっぱりちょっと粗さが、まあ人それぞれだとはね思いますけど、まあだから逆に言うとね、こう皆さん聴きやすいというかスッと入ってくる曲じゃないかなと思いますね。なかなか思うようにまあいかない日々の中でですね、僕やっぱその無駄な過去っていうのは全然絶対ないと思ってて、今日本当うまくいかなかったなみたいな日でも、明日へ明日へこう進んでいく中でどっかでこうなんか輝く瞬間が来るんじゃないかなっていう、どんななんか辛い過去もよくまあこの過去があったからね今があるんだとか今よく言うじゃないですか。はいはい、どの過去もそのそれになる可能性っていうのを僕は全部持ってると思うんで、なんか未来にこうちょっとこう希望を持てるとかね、まあ今というか過去だったりとかが少しでも自信を持てるようなね、そんな曲になったりなんて作った曲です。時計回りっていうのがあってね、クロックワイズっていうのは、時間っていうのは一定方向にしか、進んでいかないんで、その中でだけこう前向きにね、楽しく生きていけるかっていうのが大事だと思うんでね。だからすごいいいと思うんですよね、そういう考え方というか、全てをプラスに捉えるっていうのはね、やっぱりこの曲はすごく感じるというか、前向きになれる、そう、自分の過去を全部こう肯定することってなかなかできないんですよね。でもやっぱそれはやっぱ肯定してあげるべきことだと思うし、それがしっかりこの一曲の中にしっかり詰め込まれてる歌詞、すごいいいなと僕個人は思いますよね。まあ、聞いてくれた人にとってね、ちょっとでもそう思えるようなね、そうですね、まあ、きっかけになってくれたら嬉しいなと思ってますんで、11月の30日から、配信開始となっておりますので、ぜひぜひ、聞いてほしいですね、これは聞いてほしい、これは聞いてほしいね、もうぜひ聞いてほしいです、はい、なのでぜひ聞いてやってください、よろしくお願いします。お願いします。